どうもだるいもんです。今日はちょっと家から離れた橋を渡ったところにあるね、こちらの野郎飯になるところにやってまいりました。なんかさっき一旦前を通ったらスイッチさんですけど、なんか急に混んでる。何にしようかな。なんかこれか。いやどれにしようか悩んでるの。みんな生姜焼き食ってんだ。とりあえず初めてだから生姜焼き食べてみようかな。なんかこれもご飯と一緒に食べたら美味しそう。奥さんは今日もビール頼んでます。そしてこちらのもつ煮うまそうだな。もつ煮チーズトロトロでうまいっすね。これはご飯が進むやつですね。生姜焼き定食うまそう。これは美味しいやつだ。いただきます。ごちそうさまでした。ご飯少なめ言うの忘れて全部食い切れなかった。誠に申し訳ありません。野郎飯、今度来た時はハンバーグ定食とかもいいかもしれないですね。結構ハンバーグ定食を頼んでる人がいましたね。ハンバーグ定食、それからもつ煮定食とかもいいな。いろいろと気になるものがいっぱいありました。また次回行きたいと思います。はい、という感じで今日はただただご飯を食べに行っただけの Vlog になってしまいましたが、まあこんな日がありますよね。まあそんな感じで今日も締めに入っておりますが、まあこんな感じで終了です。はい、まあもうちょっとネタがあるといいんですけど、なかなかそんなネタもあるもんではないです。はい、という感じで今日はこの辺で終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バット評価、何でもいいのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。